お乗り換えとなっております。乗車券ご用意の上、ロープウェイ乗り場にお越しください。 次のロープウェイの発車時刻は10時10分。マヤキーライン、ミネさんとロープウェイ、オリヒメ、ヒコ星にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。このロープウェイの長さは856メートル、星野駅まで約5分のご乗車でございます。このゴンドラには乗務員が乗車しておりません。係員へ緊急連絡をされる場合や、係員から無線で呼びかけがありました場合は、入り口ドア横の非常連絡装置の赤ボタンを押しながらお話しください。また、非常時は係員に従って行動していただきますようご協力をお願いします。それではしばらくの間、空中散歩をお楽しみください。天気の良い日には大阪湾の向こうに遠く紀州の山々までが見渡せます。後ろ前方に見えます人工島は六甲アイランド、右側がポートアイランド。その会場に平成18年2月に開港しました神戸空港がございます。山上の菊生台という名前は、手を差し伸ばせば天空の星を救うことができるほど美しいことに由来しております。菊生台には天の川をイメージした光る遊歩道、マヤキラキラ小道が整備され、ここに使われている光る石マヤストーンは星の駅で販売いたしております。またこの菊生台からの眺めは日本三大夜景の一つにも挙げられ、神戸はもちろん広く大阪湾まで見渡せる日本最高の1000万ドルの夜景として有名です。